や。いないな。おや、なんだ、のび太くんか。何、どうしたら何探して。コロボックル探しよる、もしかして。おらんやろ。ほい、ということで今回もやっていきたいと思います。さあ、春の月26日。さあ、それじゃあ、そうそう、今日こそちょっとジョウロをね、強化しに行きたいんやけど、まあでも時間潰さんといかんよね、どっちにしろ。あ、ランチ。なになに今度は。のび太。あ、すごい、ランチね、これ。ハートの色がね、また変わったんよ、段階が。どう？腕輪見つかった？それが全然。そうだ。それならいい考えがあるんだ。なになに？実は。ヤーメイさんはよく街を見回りしてるんだ。へぇー。そうなの？まあ、町長さんやけんね。だからもしかしたら拾っているかも。行ってみない？もちろん。行く。よし。落とし物とかってなんか公開されんもんなんかな？行こう。普通ね、なになにが落ちてました。心当たりのある方は、みたいなのない？ヤーメイさん。腕輪を見つけたりしませんでしたか？うん。この腕輪かな？ああ！それ！そうだ！精霊呼び出し腕輪だ。これは？山に落ちていたぞ。これはそんなに大事なものなのか？うん。これで僕たちが元の場所に戻れるかもしれないんだ。うん。これで？どうやって？これはね。その精霊呼び出し腕輪は、腕輪をこすって何とかのせいって言うと、精霊が出てきて力を貸してくれるんだ。火のせいって言ったら、火を自由に操れる精霊が出たりね。何？これはそんなに危険なものなのか？でもそうやって使うわけじゃ。あ、いやいや、こんな危険なもの渡せるか。これは預かっておく。最悪や。ちょっとヤメイさん、それがないと帰れないと言ってるじゃないか。大変なことになっちゃった。よし、僕隙を見て取り返してみるよ。大丈夫？気をつけてね。でもどこにあるかだけでも分かってよかったね。うん。ドラえもんがあんな使い方を言うけん。あとは返してもらうだけだ。ありがとう。ランチ教えてくれてありがとう。うん。役に立つ何よりだよ。それじゃあ僕は帰るね。バイバイ。バイバイ。どうやって取り返すんよあれを。よし。それじゃあドラえもん頼んだよ。うん。任せといて。できるの？なんか走ってったけど。おい。お前何を取ろうとしている。もうあからさまに。見つかった。やれやれ。これは時間がかかりそうだな。はぁ、今日は帰るか。あれは本当に取り返せるんですか？全然取り返せそうな気配を感じないんだけど。てかどこだ？あ、かわいい、タヌキの。タヌキの置物めっちゃかわいいんやけど。寝てるー。寝てるみたいだからそっとしておこう。さっきのやりとりは一体。てか結構朝遅いんやね、ドラえもん。あれか？のび太が牧場で働いてるから早いのか、朝。そういうことか。あれよね、定休日って、あ、ちょっと違う、こっちか。定休日は、今日は木曜日やけん、空いとるね。10時から。オッケーオッケー。で、こっちも空いとるよね。私、カバンも買いたいけんさ。木曜日は休みだ。あ、ってことは、カバンは買えんのや。なんてこったい。なんてこったい。ってことは、カバンは買えずに、ジョウロだけ、レベルアップをしようと。私、あれなんや、めっちゃ、今、銅鉱石を持っとってさ、99の、塊がさ、2つ分、おはよう、プラス10何個かなあったんよ。朝から海水浴か、気をつけるんだぞ。海水浴はちょっとまだこの時期には早いんじゃないかな。てかほんとこのゲームの世界観めっちゃ可愛くない？周りこのぽやぽやした絵。このなんかちょっと絵の具で描いてそうな感じの絵ね。このにじんだ感じとか。どうしよっかな、10時まで寝よっか。じゃあとりあえず10時まで寝て過ごそうと思います。お昼寝、まだお昼寝っていう時間じゃない気がするけど、人んちの前で、よっと、しかも戸を開けっぱなしで。よし、お
方よく来たな。ほら、何か作ってやろうか。お願いします。道具のグレードアップ。銅のじょうろを作っていただきたいです。オッケー。ほら、できたぞ。銅のじょうろにグレードアップした。やったね。ありがとな。また買いに来いよ。オッケー、オッケー。ってことで、これで、これで多分耕した時みたいに2マスずついけるようになったんじゃないかなと思うんやけど。いないなぁ。おや、なんだ、のび太くんか。何、どうしたら、何探して。コロボックル探しよる、もしかして。そういうこと？いつもそこにおるのってコロボックル探しよるってこと？おらんやろ。おらんやろ、そんなところに。あら、今私、足元に持っとんか。ふぅ、なんかピカピカになったね。やったやった。前回までって何のじょうろやったり。ボロのじょうろか、普通に。あ、待って、これ溜めて使わんと意味なくね。いいね、いいね。あ、これ横向き？いや、違うね。縦やね。あ、二マスずつ、いい感じや。これで、前までよりも、だいぶ楽に。なんか横に二マスになる時があるな。なんなんやろ。横になる、横になる時と縦になる時の差は何ですか。いい感じ。よしよし。良きだね。なんか水の減りも少なくなったような気がする。今誰か歩きよった？いいよ。春は気持ちいいよな。一休みしたくなるぜ。まだ、あ、でももうすぐお昼か。一休みするぐらいの時間かな。あ、もうすぐね、春のやった収穫祭やったっけ？なんか作物の、春の作物コンテストか。なんかそういうの、あ、一回組んだだけで全部足りた。なるほどね。いいね。いいっすね。じゃあ私どうしよっかな。あと、違うんや。今結構ね、お金もあって24,823あるけんさ、カバンも大きくできるし、あれ、6000ちょっとやったよね。んで？あ、そう、何かしらね。スタンプ。その、あとビーナなんやけどね。胎児の根っこはどうやって行くんだったかしら。多分、あとビーナだけやろ。ほら。ニワトリや動物や病院。ちょ、待って。ん？なんか暗くなった？気のせいかな？曇った？あ、曇ったね。曇りの天気初めてじゃない？違う？なんか何何？画面の左上にね、天気のマークがあるんやけど。ランチいる？どうしたの？なんだい？あれ？どうしたの？実はランチに聞きたいことがあってね。大工屋さんのペンターさんのことなんだけど。ペンターさんか。確かに気難しそうな人だけど、悪い人じゃないかな。それでね。そのペンターさんの大工屋さんにある秘密の部屋のこと知ってる？秘密の部屋？聞いたことないなぁ。どうしてそんなこと聞くんだい？実は。ジャイアンがこの前その部屋に入って怒られちゃったみたいなんだ。そっか。なるほどね。まあ人んちの部屋に勝手に入ったらね、怒られるけど。実は他の弟子がいたりとか、ランチなら何か知ってると思って。そうだなぁ。そんな部屋を作ったって話は僕も聞いたことないなぁ。もっと昔の話かもしれない。そうだ。昔のことならおばあちゃんが何か知ってるに違いない。そうだね。なるほど。聞いてみようよ。うちへ入ろう。何、何でも知ってるの？あ、どうも。こんにちは。お邪魔しまーす。いや、もう。のび太ちゃんかい？いらっしゃい。ねえ。おばあちゃん、ペーターさんのお家にある秘密の部屋って知ってる？そうね。秘密の部屋。はてね。実は。ジャイアンが入ってペンターさんに怒られたらしいんだ。もしかしたら秘密の弟子でもいるんじゃないかと思って。そういうことかい。やっぱり弟子がいるの？いると言えばいるし、いないと言えばいないね。どういうこと？それじゃあ。その言い方だと弟子かはさておき、誰かの部屋なんだね。じゃあその誰かはどこにいるの？何何？それは残念ながら、二人にはまだ教えてあげられないわ。そうだわ。ペンターちゃん直接聞いてみてはどう？そっか。
まあね。だけど。でも部屋に入っただけで怒られちゃうんだよ。そんなこと聞いたらますます怒られないかな。確かに、これは少し厄介だ。もう少し情報を集めてみよう。きっと。ペンターちゃんにもいいきっかけになるかもしれないわね。気になるなぁ。おばあちゃんは知っているんだね。でもこれでペンターさんのところに行っても多分何も起こらないんじゃないかな。起こるんかな。ちょ、ペンターさんとこ行ってみよう。何かしらイベントがあったりするかも。あ、でもこのぐらいの時間やったらどう？もう昼休みとかかな。ご飯食べてそう。ペンターさん、ほら多分お昼ご飯中やきっと。ほらほら。昼になったね。特に何があるわけでもなく何があるわけでもなく、てか思ったんやけどさ、あのワンコはどうなったの？まだまだ全然助からないの。パシャーン川方面。あ、もしかしてこっちの方やったりとかする？胎児の根っこに行けるところ。え、ここは渡れねえ。この辺じゃない？違う？あ、違うか。なんかさ、結構端っこの方からさ、出てきよったよね。ヒュルルン山。あ、ここやん。あの、ワンコがおったとこ。あれ、でも全然大樹のとこじゃないんよね、これ。てか、あの犬は、パシャーン石橋。この辺か？タイ。いや、全然違うな、多分。ギシギシ橋。これ結局元に戻りよるよね、多分。え、違う？ヒュルルン山頂。いや、違わんね。違わん。全然違わんわ。あ、なんかイベントの時しか私、大樹の根元に行けんねやけど。え、でも行けるよね。だってじゃないとさ、ビーナの、有効度が上げれないんですけど。あ、あ、この部分や、多分。ワンコが、閉じ込められているのは。まあ、とりあえず、胎児への生き方を、とりあえず動画外でも模索してみているのだけれど、未だにわからねえという。あれなんよね。イベントかなんかで行った時に、帰り道は自分で動かすやん。そこできっちりきっちり私が道を覚えればいいんだけど、っていうことなんよね。ほい、ということで、じゃあ今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は、動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。さ、これでとりあえず水やりも楽になったし、あとは、ちゃんと、あれよ、道具屋さんが空いてる時に、空いてる時に、カバンを買いたい。そして家も大きくしたい。